チャオ、あっちゃんです。今日さばいた、ヒラメと、チヌ、塩水処理してね、ちょっと鱗ついたら嫌やからね、軽く塩水処理して、で、お刺身にしていきたいと思います。はい、塩水処理はね、まあ、した方がね、生臭みも取れるし、いいねんけどね。普通に水やるからね、あれなの、塩をね、水で洗うとね、ブヨブヨなんだよね。ちょっとね、こんな感じで。で、ここにね、お刺身をね、汚れとかね、臭みとかがね、取れないんで、ね、水でやっちゃうとね、鱗とかついてると嫌やんか。水でやっちゃうとね、浸透圧が違うみたいな。塩でやると浸透圧が違うから、ね、綺麗に取れるんで、ね、身がブヨブヨならへんし。こんだけに汚れが出てるんでね。で、刺身をね、拭いていきます。でかいな、ヒラメ。処理を丁寧にすると美味しいんでね、やっぱりね。ではね、刺身を切ります。これは、ヒラメの背中やな。父ちゃんにね、食べてあげよう。ではヒラメ引いていきます。ちょっと捨てさく。うわ、引きにくい。もうちょっと大きくてもいいかな。
よし、こんな感じかな。酒の前にね、おつまみ、お母ちゃんも食べるけどね、お母ちゃんもお刺身好きやから食べると思うんだけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、これをちょっと置いて、チン、縁側をね、縁側をちょっとこれお父ちゃん上げて、葉っぱがないね、上げてくるわ先。すごい脂乗って美味しそう。よいしょ、よいしょ、いいね、なんかね、ヒラメは美味しそうだよ。
下に置いとこうかな。静かになってねなんか真剣にやってしまう。ヒラメとチヌのお刺身。
腰が痛い。ヒラメの木もちょっとこう水気を拭いておきます。水気を拭いてね、拭いてね。でこれをね包丁で叩きます。ある程度こうやって切ってね、これをね、火もここ入れて
美味しい。これにね、塩を入れて肝ポンにします。はい、今日は、ヒラメとチヌ、お刺身引いた動画、よかったと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。やっぱり出刃包丁違うと引きやすいね。ちょっとね、グニグニしたけどね、それも綺麗に入っていくしね、いいです。やっぱり道具やね。